おはようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは。うるおうリコメンド大倉です。はい、野崎と申します。今日はですね、いつもの金曜レギュラー会エピソード57で漫画魔法少女みそじをですねご紹介したんですけども、はい、そのなんと担当さんがですねいらっしゃってくださっているということです。作者のですね桜ゆめ先生はですねこの収録の前にですねお話を聞かせていただいたんですけども、で今日は漫画担当のですね川村敦史記者にも参加していただいてますので、よろしくお願いします。はい、担当編集者さんはですね上田さんとおっしゃいます。よろしくお願いします。はい、上田さんに今回の作品 の帯ですね、非常に面白い帯になってますよね。はい、コスプレした上田さんが写っている写真ですけれどもこの帯になる経緯って教えていただいてもよろしいですか。これは最初さくらさんと帯で目立つことをしてみたいねみたいな話をしてたんですけど、でそこでさくらさんから可愛い女子に陽子のコスプレをしてもらうのはどうかっておっしゃってたの でそこで私が可愛い女子より同い年の私がコスプレする方が面白くないですかって言っちゃってしまってですね、自分から その後何度かちょっとアプローチをいただきまして逃げられなくなってこんなことになってしまったというサモをやらされてる感がすごい出てますけど、そうですね、まあでもちょっと楽しんではいるので、はい、さくら先生とのどのような経緯でですねこの連載に至ったのか教えていただけますか。他誌でまずさくらさんがラブコメの短期集中連載をしていて、それを目にしてこちらがお声かけしたんですけれども、で何度か電話してその後に初めてお会いしたのが池袋の喫茶店でっていう出会いなんですけど、まあ私が時間勘違いして遅れてやってきたみたいな最悪な出会いだったんですけどそれは申し訳なかったんですが、でさくらさんはすごいなんかこう人間に対してものすごい刃のような鋭すぎるような視点を持っているような方だと思っていて、まあちょっと私は愚か者だと思われてるんじゃないかなと、ちょっといつもヒヤヒヤしてます刃のようなですか。すごい人に対する分析力というか、なんかそういうのがものすごく深く深い方で、いつもこうそれがものすごく漫画に反映してるとは思うんですけど、そういう視点を持った方だなと思ってます。桜先生にインタビューさせていただきましたけれども、はい、まさにその通りの方だなと思いました。うんうん、で今回主人公の陽子ですね、はい、面白くおかしく書かれてるんだけれども非常に魅力的に書かれてると思います。魔法少女みそじが連載に至る経緯っていうんでしょうか、はい、それも教えていただけますでしょうか。連載に至る経緯は、まあ、読み切りをやっていて、で全く違うネタで連載を始めようとしていたところでもうちょっと掲載日も決めてしまっていたので、かなりギリギリになってきて締め切りも近づいてきてちょっとそわそわし始めた頃にちょっと思いついちゃってと電話があって、そこで初めて聞いた感じですね。全然違う内容でびっくりしました初めてこの設定を聞かれた時はどう思われましたか。はい、まあちょっと抵抗したんですね最初は。魔法少女ネタが、まあ、その当時多く 見られてたのでちょ被っちゃわないかなって心配だったんで、よくある感じになっちゃわないですかねみたいなことはちょっと話したんですけど、したらいや違うみたいな、30代の人が突然なってしまったっていうことをすごいリアルに描きたいって言ってて、もうちょっとネーム見てっていう感じで、あ、じゃあちょっと見せてくださいっていう、すごい面白かったんでこれ行きましょうと。3巻の最後の場面が、はい、私はもう読んで電車の中で泣いてしまった場面なんですけど、はい、あのリアルさをこうどうやって、はい、まあ、でもなんか話してる間にリアルなこういうのが嫌だよねみたいな、こういうふうに絶対他人は思ってるとか、うん、あ、分かる分かるみたい なんかそういう話ですごい盛り上がっていって、なんかあるあるで盛り上がっていく、そのネタをなんか気づいたらものすごい綺麗にこうセリフを当て込んでストーリーになってるみたいな、こういうふうに相葉ちゃんに言わせるかっていうのは本当に眠見てびっくりしましたね。雑談してる中での会話がうまく落とし込められてるような感じでした。桜先生インタビューで35歳の女性をですねこんなに愛を持って書いてる人はいないと自分のご自身のことをおっしゃってましたけど、はい、上田さんから見てですね本作の魅力どのようなところにあると思いますか。愛情を持っていらっしゃるっていうのは結構よく聞くんですけど打ち合わせ中にも、まあ、でも私は結構見てて耐えられないくらい
えぐるような描写があるんで正直きついとこあるんですけど、まあでも何ですかね、そういう人に見られたくないとか知られたくない、隠したいこととかを赤裸々に開示されていくと、なんだかですね、バレちゃってるのはもう隠す必要ないなっていう気持ちになってくるというか、この横がもうものすごい晒されてる状態を見てくると、隠してる自分がちょっとバカらしくなってくるというか。なんかそういうのも含めて汚いところもあるのが人間だもんみたいなのをさくらさん提示してくれてるのかなっていう、だからなんか笑っちゃえばやけくそみたいな軽い気持ちになれるような漫画だと思うんですよね。で、陽子はすごい普通に現代を生きてる普通の女性なんで、普通に傷ついてきて、それを普通に乗り越える術を持ってきている女性で、だから、まあ、いろんな恥ずかしめを受けるんですけど、それだけすごい感情揺さぶられても、まあ、真のところは変わらないっていう、そういう横が、まあ、作品の最大の魅力なんじゃないかなと思ってます。桜先生 のこれまでの作品に比べてかなり画風が異なっているかなと思うところがあって、そのあたりは上田さんからのお願いっていう形があるんでしょうか。お願いというよりも、最初に声をかけた時に公開してない作品がいろいろお持ちだったので、それを見せてもらったら結構暗い作品が多くて、私も青年誌担当だったので、こういう作風で青年誌いけるんじゃないかなと、まあ、ラブコメでお声をかけたんですけれども、暗い感じもいけるんじゃないかなと思って読み切りやってみないかっていう話をして、上がってきたものがかなり青年誌寄りに写実寄りな絵柄になってきていて、それで、あ、これすごいいいですねっていう話で寄せて書いてくれた感じですね。1巻2巻というのはかなりギャグですね。どっちかというとこうバズりやすいようなはい、ギャグが多いと思います。さくら先生、まあ、ちょっと炎上も狙ってるというお話もありましたけれども、この1巻2巻から3巻への流れっていうんでしょうか、はい、そのあたりどのようにご覧になってるか。3巻の内容は結構前から聞いていて、こういうことやりたいっていう話はで、かなり早く読みたいなと思ってたんですけど、多分 区切りをつけようっていうことで3巻から新しい展開になって、でそれで3話で終わる予定だったんですけど、ちょっと1巻分超えてしまって、3巻だけちょっとテイストが違う感じになったんですけど、まあ、さくらさんはすごいかなり不安があっていて、まあ、私も全然違うことをする、今までのギャグとは全く違う方向に行くので不安はあったんですけど、かなりその相葉ちゃんの戦いのあたり私も大好きなので、まあ、これは絶対面白いなと、これ受けないならちょっと世間が間違ってるなと思ってました。実際読者の反響どうでしたか。あ、でもやっぱりツイッターとかで見ててもすごい、いい意味で裏切られたっていうか、泣いたっていう、もう3巻を見てほしいみたいな声もやっぱり見られてすごい嬉しかったですね。補足で聞いてもいいですか。はい、表紙が素晴らしいと思うんですけど、はい、まず1巻目で掴んだものは終わりなんじゃないかと思うんですけど、で3巻でそれを超えている感じがする。3巻の表紙が今までを超えている感が強くてですね、今後3巻の表紙も超えられそうなんでしょうか。まあちょっと4巻こうしたいみたいなのは一応ある、まあ、聞いてはいるんですけれども、3巻出てきた時は私もめちゃくちゃびっくりでした。中身とは全然違うなみたいな。帯の方も上田さん今後も超えていきそうな感じ、はい、いやこれも本当はなんか重版出退とかつって潰したいんですけど、何々受賞とかで隠れていきたいんですけど、本当は上田さんが陽子の年齢を超えましたって記されて、あ、そうですね、ええ帯に。連載当初は同い年だったんですけど、3歳ばかり上になってしまいましたね。いや、帯芸も期待させていただいておりますので。あ、それは嬉しいのか。ありがたいお話では。次に来る漫画大賞2023にノミネートされるなどですね、はい、まあ、注目度高まってると思うんですけれども、はい、おすすめのコメントをいただけますでしょうか。笑えて泣けて本当に面白い作品だと思ってます。おすすめのキャラクターは陽子のパートナー妖精のウサで、だからあんなにゲスで欲望に正直な妖精はいないと思ってますんで、だからそれもちょっと見てもらいたいなと。もっともっと多くの方に楽しんでもらえる作品だと思っておりますので、まあ、ぜひとも魔法少女みそじをよろしくお願いいたします。これからもですね、楽しみにしております。ありがとうございます。今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。